静岡市の百貨店ではお中元商戦が本格的にスタートしました。松坂屋静岡店では今日からお中元の特設会場を設け、およそ2800点を扱っています。今年はですね、明日へつなぐ幸せギフトと題しまして、 SDGs の関心が高まっているので、贈ることで社会に貢献できるギフトを取り揃えております。今年力を入れたのは SDGs に関する商品です。規格外の野菜を使ったスープとアレルギーに配慮したカレーのセットなど14品目が用意されています。静岡県の特産のものは遠くの親戚の方に、子どもたちは食べるおそうめんとかね、夏のゼリーとか、そういうものを贈りたいと思います。この特設会場は来月12日までです。